はい、皆様こんにちは。アスレティックトレーナー兼テニスコーチの菅生です。今回の動画はですね、最初にお知らせの方からさせていただきたいんですけども、私今月から一般の方向けにテニスレッスンを始めさせていただくことになりました。パチ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 、皆様どうぞよろしくお願いいたします。内容なんですけども、基本ショット練習を考えております。皆様の体一人一人作りも違うし、まあ今悩んでいることだったり、やりたい打ち方、使いたい体のやり方っていうのは全員違うはずですので、まあアスレティックトレーナーの視点を使ってですね、皆様お一人お一人に合わせたフォアハンドの打ち方、バックハンドの打ち方みたいな形で進めていきたいと思いますので、いわゆるラリー練習とかフォーメーション練習は考えていないので、レベル関係ございません。ちょっともっと良くしたい、もっと基本練習やりたいっていう方向けのテニスレッスンを考えておりますので、詳しいことはですね、毎月概要欄の方にスケジュール載せようかなと思っておりますので、どうぞ基本練習に興味のある方はですね、レッスンの方をお越しいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではですね、早速本題の方に入っていきたいと思うんですけども、先日こちらの動画をアップさせていただきまして、要は反応速度を上げようっていうテーマだったんですね。手を見ることによってちゃんと判断をして、まあ、スプリットステップの時にちょっと重心を下げるような姿勢をした方が、まあ、反応速度が速くなりますよっていう内容だったので、まだこちらね見ていただいてない方はですね、こちら先に見ていただきたいなと思うんですけども、まあ、こちらの動画を見ていただいた方からコメントをたくさん頂戴して、本当に皆様いつもコメントありがとうございます。判断を速くする、まあ、練習だったり考え方を教えてくださいっていう内容だったんですけども、お待たせください。今回もですね、ちゃんとですね、コメント返答動画に仕上げていきたいなと思うんですけども、それをするためにですね、一つちょっとエピソードを紹介させていただきたいんですが、何年か前になったかちょっと忘れちゃったんですけども、そのスポーツの目の、まあ、学会っていうのがあって、僕ちょっとそこに出席してきたんですね。で、そこで研究発表された先生の話がすごく興味深くて、プロたちの目の動きがどういうふうに行われているかっていう内容だったんですよ。まあ目の動き、すなわち判断じゃないですか。判断を彼らがどうやってるかっていう、そういった内容だったんですけども、これすごく面白かったんですよ。サーブとリターン側に分かれます。リターン側のここにカメラをつけるんですよ。そのカメラが何を映しているか。要はプロたちの目線の動きがどういうふうになっているかっていう研究だったんですね。前回の動画だったり、普通な物事の考え方だと、例えば僕がこうやってリターンに立っているとしたら、サーブ側のボール、トスの動きだったり、打点を見て、ボールが飛んでくる方向に目線を持っていって、例えば僕がフォアサイにいたら、あ、センターだ、ワイドにスライスが来る、みたいな形で体を反応させてから、リターン。こういった順番が、まあ多分普通に考えたらそういうことになると思う。しかし、プロたちはね、違ったんですよ。どうなってたかっていうと、トスが上がってサーブ側の、ここまでは一緒だったんですよ。打点を見るところまで。で、ここからの目の動きは決定的に違って、ボールの動きを追ってからリターンに入っているんじゃなくて、打点の瞬間ぐらいにすでに彼らの目線って飛んでくる方向に、例えばセンター方向にも目線が動いてるんですよ。で、そこにボールがセンターに飛んできて、バコーンってリターンを打っている、そういった話だったんですね。これ何かって考えたら、要は予測なんですよ、予測。前回のお話だと判断と反応っていう順番だったと思うんですが、もっとその上の世界に行くと、判断の前に予測っていうものがあって、予測、判断、反応っていう順番が彼らの世界、要は上の世界には存在していたんですよ。これなんでそんなことが必要かってことを考えると、これはまあ医学的に証明できるんですけども、要は我々のこう目って動くじゃないですか。これなんで動くかっていうと、いわゆる眼球、目の玉に筋肉がこうでついてるんですよ。その筋肉が収縮、動くことによって我々のこう眼球っていうのは動くように体ができているんですけども、筋肉なのでスピードがあるじゃないですか。動くスピードが、眼球を動かす筋肉のスピードより速いものが飛んできたら、判断していたら、物事を追っていたら、間に合わなくなっちゃうっていうことになるじゃないですか。なので、眼球運動より早く打ってくるサーブの人には、予測っていうものをトッピングさせないと、
判断してからじゃ間に合わないんですよ。っていうのが、まあ、プロというか、上の人たちの世界観なんですよね。なので、今回のお伝えしたい話は、その判断、要は相手を見ましょうっていうところに、観察っていう要素をですね、皆様つけてほしいんですよ。例えばよくこういうケースありません？ファーストセットプロとかで試合見てて、もうバンバンノータッチ取られたりとか、もうリターンに入れないケースがたくさんあるんだけども、セカンドセットになったり、サードセットになったりすると、徐々にラケットにボールが当たり始めて、なんかしまいにはもう普通にリターン返せる状態になってますみたいな。これ何をしているかっていうと、予測をするためには別に一か八かじゃなくて、ちゃんと裏付けされたものがある程度必要なんです。例えばトスがこっちに上がっているときはワイドに来るなとか、体をクッと入れたときはセンターにスピンサーブが来るなっていう、その選手一人一人の体の癖だったりとか、こっちに配球してきたことが多かったなっていう観察とかをトッピングさせて判断をしているっていうことをみんな上の人たちやっているんですね。そのために我々もこれは真似できると思うんですよ。例えばサーブ練習のときに外れる当たってるっていうのは置いといて、相手をずっと見てるんですよね。見てて、センターにこれ飛んでくるかな、ワイドに飛んでくるかな、スライスが来るかなっていう練習をこれしといた方が僕は絶対にいいと思います。言葉で言うの簡単じゃないですか。いや、相手見てちゃんと観察してどっちに来るか考えて、なんて言葉では言えるんですけど、これを実際にやろうと思ったら、もうむちゃんこ難しいんですね。なので、相手を見るっていうこと自体は変わりはないんですけども、その時に観察をしなきゃいけないんだよっていうふうに練習をしていけば、いずれ予測っていうものがどんどんできるようになってくると僕は思っているので、結構ジュニアと私もこの話はさせてもらっているんです。で、もう一個面白かったのが、そのリターンする人に聞いたんですよ。そのさっきの学会の話なんですけども。なんでセンターに先に目線、要は飛んでくる方向に目線を持っていけるのっていうふうに聞いたら、僕そんな動きしてるんですかって答えたんですよ。要はやっている本人も知らず知らず予測してたっていうことになる。ですね、なのである程度のやっぱりレベルまで行って、そこのレベルで揉まれないともしかしたら体現はできないんじゃないかなっていうふうには思うんですけども、ただしやっぱりその観察っていうのが絶対的に必要なことはこれは変わりないなと思うので、なかなかこう見ている皆様のそのテニスの今の現在の立ち位置で変わってくると思うんですが、判断を早くしたいんだって思ったら、相手のことを見て観察して癖をつかんで、その上で体を反応させるっていう日頃からの練習をしてみる価値は十二分にあると思うので、ぜひちょっとやってみてください。はい、皆様いかがでしたでしょうか。まあ言ってることはまあある種当たり前かもしれないんですけども、まあこれやっぱり練習必要だと思いますね。やっぱり観察しようと思って相手をずっと見ていたら逆に反応が遅れてしまいましたみたいなこともまあ生まれてくると思うので、まあ相手を見て観察をするっていうことはやっぱり日頃の意識がやっぱり大事かなと思います。で、こっからがもっと面白くなってくるんですけども、要はこれはある種上の世界では当たり前だと僕は思うんですね。だから要は今は観察する側の話をしていましたけども、観察される側にも皆さんなるわけじゃないですか。なので例えば同じモーションからでもストレートだクロスが打てるようにしようとか、例えばトスちょっと外側にした方がスライスワイドに打ちやすいじゃないですか。でも予測されちゃうなこれだとっていうのが分かっていれば、あえて外目にトスを上げてもそこからセンターに打てるようにしとこうとかっていう、こういう練習だったり発想だったり考え方がどんどん上に行けば必要になっていくんですね。普通ショット練って自分がもっとベストな球を打ちたいとか、自分がコントロールしたい球を打ちたいっていう風に考えて基礎練習ってやることが多いと思うんですけども、もっともっと上の世界に行くと、相手にバレないような体の使い方をしようとか、自分はこのタイミングで打つのがベストなんだけども、この打点このタイミングで打ったら相手にも予想される予測されるって分かったら、あえてもっと速いテンポにしたりとか、あえて一回ワンテンポ落として相手の動きを止めてタイミングを外して打つとかって、こういうテニスをしている人たちがまあ上にはゴロゴロいるんですよ。要は予測対予測の対決だから、まあ、ショットがいいなとかボール速いなっていうのも大事なんですけども、そこだけじゃ僕はねないんだなっていうのをよく上の人たちのテニスを見させてもらって思っておりますし、まあ、ジュニアの世界でもこういったことは日々行われております。なので
まあそこはちょっと先の話ではなるんですけども、その根底にはやっぱり判断並びに観察並びに予測っていうのがあって、その予測し合える同士が戦うとごまかし合いとか駆け引きとかタイミングをこう合わせさせないとみたいな発想がどん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 こう出てきて、これこそザ・対人スポーツの僕は面白みなんじゃないかなと思うので、まあその一丁目一番地最初のスタートとして、皆様判断しましょうね、観察しましょうね、予測できるようにしましょうねっていうところから入っていくことがテニスのより深みをね知ることになるんじゃないかなと思うので、もしですねこういった話が参考になれば嬉しく思います。ちょっと無理くりまとめた感はあるんですけども、まあ皆様のねコメントのこの返答になったらいいなと思って、今回こんな話をさせていただきました。引き続きですねコメントの方はどんどんいただきたいですし、冒頭お話ししたテニスのレッスンの方で実際にねこうお会いして話を聞いて、まあそういったところを落とし込みもかけられるように今後していきたいなと思いますので、ぜひですね興味ある方はご参加いただければと思います。それではまた皆様次の動画で会いましょう。さよなら。予測頑張ってください。